ラットパークとは薬物の依存性を調査した研究の一環として用意されたネズミの楽園である。サイモン・フレーザー大学のカナダ人心理学者、ブルース、ケイ・アレクサンダー教授と彼の同僚によって1970年代後半に実施され1980年に発表された。 アメリカ国立衛生研究所の薬物、乱用研究所が制作した、ラットの自己注射実験の図。レバーを押すと薬物が自分に注射される麻薬には依存性がある。その理由は、19世紀には医師の弱さなどとも考えられたが、20世紀になると麻薬が脳の報酬系に作用するドーパミン経路の存在が明らかになり、麻薬の依存性は、 麻薬自体の科学的な構造によるものであるとされるようになった。それに関連して行われたのが、スタンフォード大学のアブラム・ゴールドスタイン教授が1979年に行った自己注射実験と呼ばれるものである。一匹の猿をケージに入れ、注射針を刺して固定し、ケージの中のレバーを押すと猿に刺された注射針から、モルヒネが投与されるようにする。すると、 猿はモルヒネに依存性を示し、レバーを押して自分にモルヒネを注射するようになる。しかも規則的にレバーを押すタイミングを確立し、それを通常の活動よりも優先するようになる。これは猿だけではなく、他の動物、例えばラットでも同様の依存性を示すとゴールドスタインは主張した。この実験は、社会において麻薬が全く歯止めがない状態で、 乱用された場合、人においても、同様の問題が起こることを示唆するものである。しかしアレクサンダーによると、中級世紀のイギリスでは、医療用のアヘン剤が、ただの下痢や咳などの軽い病気にまで乱用されたにも、かかわらず、依存症になった人は少ない。そこで、アレクサンダーが立てた仮説によると、依存症の原因は、薬物自体の依存性ではなく、孤独やストレスなど、 周囲の環境によるもので、その苦痛を軽減するために人は麻薬に手を出すのだとしている。この仮説が確かならば、ラットが麻薬に依存性を示すのも、麻薬の依存性のせいではなく、金属製のケージに一匹で隔離されたことによるもので、ラットを苦痛のない環境において同じ実験をすれば、麻薬を用意しても依存性を示さないはずである。 アレクサンダーはそれを証明するため、ラットにとって理想的な環境、ラットパークを用意した。ラットを1匹だけ入れた、普通の実験用ケージと、普通のケージの200倍の広さの中に、十分な食料と、ホイールや、ボールなどの遊び場所とつがいのための場所などもある中に、死由のラットを16から20匹入れた、ラットパークを用意した。それぞれ、 普通の水とモルヒネ入りの水を用意し、モルヒネを混ぜた水は苦いので、砂糖を混ぜて甘くした。実験用ケージのラットは、砂糖が少なくても、モルヒネ入りの水を好んで飲むようになった。ラットパークのラットはどんなに砂糖を入れても、モルヒネ入りの水を嫌がった。実験用ケージではモルヒネに依存性を示すようになったラットも、ラットパークに移すと、 普通の水を飲むようになった。実験用ケージで長期間も強制的にモルヒネ入りの水を飲まされ中毒の状態になった。ラットはラットパークに移されると痙攣などの軽い離脱症状を見せたが普通の水を飲むようになった。この実験は麻薬依存症の原因は麻薬の依存性よりも環境であることを示唆するものであった。アレクサンダーの研究は 大手論文誌であるネイチャー誌とサイエンス誌には掲載を拒否されたため、サイコファーマコロジー誌というあまり有名でない論文誌に1980年に発表された。麻薬の依存性を否定する研究であったため、当時かなり批判を浴びたが、2000年代以降は支持するものが増え、引用件数が多くなっている。彼が2001年にカナダ上院に報告したところによると、 従来の金属のケージに閉じ込められ、自己注射の装置につながれたラットを使った実験は、薬物によってストレスを和らげようとすることは、多大なストレスを受けている動物にとっての唯一の手段であり、人間も同じように行動することを示しているとしている。ラットパーク実験は発表された結果がセンセーショナルなものであったため、後に、 多くの研究者によって追試が行われたが、様々な異なる結果が得られたことから、同意と共に多くの批判にもさらされることになった。アレクサンダーに指示した大学院生であるブルース・ペトリーが1996年に行った追試では、実験環境を複製したにもかかわらず、アレクサンダーの研究結果を再現できなかったばかりで、なく、刑事に入れられたラットと、 パークに入れられたラットの双方が、モルヒネに対する好みが低下している傾向が発見された。ペトリーはアレクサンダーが実験した、当時のラットが遺伝的理由により、モルヒネに対して興味を示さなかった可能性を示唆した。別の研究では、社会的孤立は、ヘロインの自己投与のレベルに影響を与える、可能性を排除こそしなかったものの、孤立そのものはヘロイン。 または、コカインの注射を強化するための必須要件ではないことが結論付けられた。投与薬物をコカインに変更したいくつかの追試では、パークの環境がラットのコカイン摂取行動そのものを完全に止めることはできなかったが、パーク内のラットはコカインの探索行動の頻度が低下する傾向が見られ、ラットをパークから外に出すと、コカイン依存症に対する 脆弱性が増加する傾向は確認された。また、ラットが若年のうちにパークのような複雑な外的刺激が得られる環境に置かれることで脳の報酬系に劇的な変化が生じ、コカインの効果自体が低下したという結果も得られ、マウスの行動の環境による強化が改めて確認されることとなった。これらの研究の結果は、 ラットパーク実験の結果を再現するには至らなかったが実験動物の飼育に使用される標準的な小さな刑事環境が実験動物の行動や生物学に過度の影響を及ぼしているという可能性は示唆されることになったこの事実は健康状態を管理された実験動物は健康であるという生物医学研究の基本的な前提を揺るがすものであり これらの実験動物によって成り立っている他の動物や人間の生物医学研究の条件や関連性の双方を危険にさらしかねないものとなっている。ラットパーク実験は元々の実験に存在するいくつかの方法論上の問題のため完全に元の状態を再現することが非常に難しい実験となってしまっている。問題点としては使用されたラットの総数が 少なすぎること、味付けや濃度を任意に変更することができる欠点を内包した蛍光モルヒネの使用等が挙げられるが、一部の研究者の間では依存症に対する環境的及び社会的豊かさとの関連性の探求のため、ラットパーク実験の概念的な複製実験に引き続き興味が持たれている。ベトナム戦争中の1971年、 ロバート・ H ・スティール・会イ議員と、モーガミ・ F ・マーフィー・カ議員は、ベトナム共和国に駐留するアメリカ軍を疑問した。際に駐留兵の少なくとも1割以上が、ヘロインやアヘンを常習している実態をつかみ、連名で報告書を、リチャード・ニクソン大統領に提出した。南ベトナムでは、市中で麻薬が容易に入手できる状況であったことも、事態をより一層深刻なものとした。 これを重く見たニックソンは、ジェローム・ジャッフェを最高責任者に薬物乱用防止特別行動局を設立し、ベトナム機関兵に対する追跡調査及び薬物依存症治療に当たらせる体制を構築した。同年、性アダプの依頼を受けた社会科学者のリー・ロビンズは13,760名の機関兵を母集団とした追跡調査を実施した。 このうち、出生前の薬物検査で陽性反応を示した約1400名を、リストアップした上で495名を抽出し、それ以外の約12000名からも、無作為に470名を抽出して、出生前後の行動調査を行ったところ、調査対象者の35%が、ベトナムにて何らかの形でヘロインを摂取した経験を持ち、 うち20%が深刻な依存症に陥っていたが、ヘロイン使用経験者の90%以上は、福音後は速やかに、ヘロインの使用を止めたという結果が得られた。性アダプはまた、ベトナム機関兵全員に対して、尿検査を強制的に実施し、陽性者は、米軍施設にて、薬物治療を終えるまでは、米国領内への入国を拒否する。 ゴールデンフロー作戦を発動したが、この作戦でも、全機関兵のうち陽性者は、わずか4.5%に止まった。ベトナム戦争における、セアダプの調査事例は、ラットパーク実験とともに、極度のストレスと、社会的孤立が、依存症をより強化するという説の一例として、しばしば引用されるものとなっている。2015年、ジャーナリストのヨハンハリは、 テッドにおけるプレゼンテーションにて、ラットパーク実験を引用したが、この時張りは、研究内容を誤って解釈し、生物学的基盤が中毒の原因ではなく、他者との健全な関係性の欠如が病院であると、示唆し、後に、この結論を取り入れる形で、麻薬戦争を批判する著書、チェーシングザスクリームを出版するに至った。 YouTube チャンネルのカーズジェサットインウェイヌシェルは2015年、ハリの著書のラットパーク実験の記述や、性アダプの調査事例を引用する形で、動画、アディクションを作成して公開し、1900万回以上の再生回数を記録したが、カーズジェサットは2019年に、難民危機を題材にした、レフュージークライシスともども、アディクションの動画を削除し、2015年当時は、 制作に追われる中で、情報源を適切に精査していなかった事実を認めた上で、依存症に関しては、調査を全面的にやり直した上で、新しい動画を作成し直すという声明を発表するに至った。ありがとうございます。